おお、でかいでかいでかい、ほら。うわぁ、取り返しなんだ。すやぁー、これをかけられてる。よっしゃこんにちは、あるいはこんばんは、ユアンドツリーブです。新しい。いつも同じでちょっとあれかなと思って。はい、ということで、ただいま、イタ君の実家のそばを通過しております。よろしく。よろしく。ということでですね、本日は、今からもう完全に、いつもはこれからもう釣りの後に撮ってたけどね、もう完全に行く前の状態ですね、これは。今日はどこでしたっけ。今日は川崎の釣り工さんで LT アジア。そうでございます。で、なんと本日は人生で初めてレッドが釣りに挑戦する。スケベな顔見してみろ。あー、見てる見てる。このとスケベが。スケベが。スケベだね。違う、そこはありがとうございますということで、まあどのぐらい釣れるかなってことと、あのあれですね、メタリアの、そうですね、メタリアレビューが、ニューロットが、ニューロット、私のニューロットが、秋代さんが買え買え、うるさくてね、本当にまあね、この僕らのね、商売もやっぱ釣り商売ですからね。そうですね、釣り仕事にしてますんで、まあある程度やっぱり いつまでライトジギングロット使ってんですかみたいな空気出されちゃったもんですからやむなく今回はあのメタリアを購入して、まあ初戦ということですね、はい。まあ、メタリアの良さを知りたいなと。今までね、もうパリンパリンに張ってるライトジギングロック、そうですね、ということなんで、まあそんな解説込み込みになると思いますけどね、はい、大丈夫かな、ちゃんと釣れるかな。まあ大丈夫じゃないですかね。まあ今日あとその他にもね、まあ、この前の釣りのデイクさんとかなんかも一緒に行ってるんで、釣り込んでたらまあそういうことだと思ってください。はい、今日は釣りのメンバーが今日、あの、まあでも釣れてるんでしょ。まあはいはいはい、全然釣れてるみたいなんで。あとね、そういえばね、女子部員を一人増やしたいなと思って。あー、そうですね。 そしたらね、適任が一人いたんですよ。一人、俺の患者さんで、おい、ま、ま、これ見てるか、ま、あの、これ見たら DM ちょうだいね。まを一人、女子部員増やそうと。女子大生です。おー、いらっしゃるんですね。そうなんですよ。で、まあ、もともと海っ子なんで。あー、素晴らしい。連れてってくれ、いいからみたいな感じなんですけど。あー、そうなんですね。もう何でもいいから連れてってくれって、はい、あの、そう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 です。で、あ、俺も分かったかも。最近ケース100本ボキボキに登場したんで、まあ、その子これ見たら DM ちょうだい、ね、ということで、それでは実況シーン振っちゃっていいですか。振っちゃいましょうか。はい、実況シーンにあれっつらっと。
ということで、危ない危ない、降ってきた降ってきたということで、まあ、結構 GoPro 撮れてるんじゃないかな。俺とね、俊也がすごいでかいのっつって、はい、前半戦、まあ、あれ今日騒がしちゃった。どんぐらい出たの？50。そんなに？あの状況で、はい、一本竿、はい、一本竿です。あの一番後ろの人だったんですけど、マジで超映ってました。バケツの中真っ黒だったんで。そう、はあ、あれ50ちゃんといると思います。まあ、ちなみにこの4人の中では僕が26か竿がマジですごいやばいっす。マジですごい、こんなに差出ていいのっていうぐらいすごい。で、俊也が16だっけ。12です。あ、12か。もう俊也と俺基本的にほぼ同じ竿だったんでね、昔使ってるのが、はいはい、でもし前と同じ竿使ってたら多分そんぐらいしか俺も釣れてないんだなっていうぐらい、うんうんうん、未知の世界の当たりがバンバン出んの。これ何だっけ名前は、ダイワの、うん、メタリアライトアジ。メタリアライトアジ、アジアジアジ。やっぱ専門竿はすごいね。やばいです。たまげました、本当に。まあ竿がプラス10匹釣ってくれたから今日はいやでも今までだって俺取れてないあたり出てましたもん、ね、うん、出してた、ね、全然出てましたもん。あ、ほらみたいな、はあ、あ、ほらアッキーほらみたいな、うわーみたいな。でも竿がね、こうカンカンって入ってるんですよ。そう手の目で見れるから、目でも見れるし手にも出るし、すごい感度。やばかったね。レッドも20匹近いですか。16匹か、レッド15、6ぐらい、16ぐらい、はい、アッキーもそんなもん。これ17ですかね、多分。生まれて初めて、この10年ぐらい釣りやってて初めてアジ釣りでアッキーより釣ったそうっすね。こんな良い日、全然なかなかないよ。まあレッドの面倒を見てたっていうのもあるけど、うんうん、まあ、そんなことはどうでもいい、うん、それでもですよ。釣りはね、勝負にコツじゃないよ、ね、楽しく、はい、美味しく、はい、締めのラーメンまでが釣りですけど、ただ嬉しい今日のこの一日を誇りに思って、委員長釣ってましたもん。ありがとう、ありがとう。ということでね、委員長心はいかがだったでしょうか。まあいい日でしたね。まあ一緒に釣り部の女の子もあれだよね、結構釣ってたもんね。10匹以上釣ってたもんね。13とか釣ってた、うん、でデークさんがあのタイ釣り一緒に行ったデークさんが、33ぐらい釣ってた。33たけし君って子もいたね、そういえばね。ああ、うん、そうですね、まあ、そういう子もいました。でも大丈夫です、はい、ということでした、はい、何か言い残しありますか。レッドどう、初の海釣りの感想は。いやでも楽しかったですよ。レッドモチモチプリン、レッドモチモチプリン、オープモチモチプリン、モチモチプリン、オッケー、ゴー、ちぎりパン、ちぎりパン、あ、ちぎりパン。さあ、その残ったちぎりパンお土産にあげるから。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。俊也は途中遊んじゃったんだっけ？俺ですか？いや、俺は真面目にやってましたよ。もう嫁の分って言ったからいいやみたいな。空気さんだね。そこか。ちょっとでかいっつった。まあでかかったっすからね。尺近いっつったからもういいやって。もうあれ一匹あればもういいやって。あれで刺身いいっすね。で、まあ、東京の味をめいちゃんに食わすと、はい、今回はまた届けますんで、感想ツイートしろよめいちゃん、ちゃんとなということです。よろしいですか。はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。